もし可能であればこの支持というものを求めていきたいなという考えです。どちらの政党でも構いません。地方と東京、これらを一緒に考えてみようという発想、これに乗れるかどうかです。それを都政に持ち込み出すからややこしくなってるんじゃないんですか。秋田方、市民の方ですね、もう一期やってほしかった。おそらくそうした市民の皆さんの声、気持ちというのは秋田方氏を何とかしたいと、でその願いは私が今からやろうとしていること、ここにつながっています。自信を持って断言します。すみません、ホームテレビの岡本です。2点あるんですけども、ちょっと1点は確認で、先ほど無所属での出馬を明言されたと思うんですが、これは既存政党からの推薦なども受けないということでよろしいでしょうか。はい、そこをすごく悩んだんですが、私も あまり詳しくなかったんですけども、公認推薦ぐらいまでがいわゆる政党の推しなんですよね。でその下に、言葉としては支持みたいなのがあったかと思います。もし可能であればこの支持というものを求めていきたいなという考えです。どちらの政党でも構いません。本来的に、本質的に今私が話してきたような考え方、東京都と地方の発展を願うと、その考え方を支持してくださる方であれば、党であれば歓迎したいと思います。ということは、支持をこれから求めていくということで、ただその、いろんな党に支持を求めた際に、その党の方針であったりとか、もちろん複数政党の、支持を求めた場合、そこで相反していくようなこともあると思うんですが、そうなった場合はどのように対応というかされるおつもりでしょうか。すみません、言葉足らずでした。支持を求めていくというのは、正確に言うと今ここで表明したというこの行為です。改めて個別の政党にお願いしますというふうにはおそらくならないんじゃないかなと思います。なぜかといえば、そうすると距離感が個別に生まれてくるからです。であるならば、今ご指摘いただいた支持している政党同士の摩擦、関係なくなれるはずです。地方と東京、これらを一緒に考えてみようという発想、これに乗れるかどうかです。乗れないんであればそれは結構です。乗れるっていうんであれば、正直後のところは、さまつとは言わないです。ただそれはまた後で議論してください。今急がないといけないのは地方の衰退を止めることです。これを止めないと東京都も持たないんです。日本が崩壊するんです。この危機感が共有できない党であれば結構です。はい、ありがとうございます。これについて何も言って申し訳ないんですけれども、今この表明があってですね、もしかしたら A 党 B 党 C 党が石村市長を支持しますとなった場合、この A 党 B 党 C 党の支持はするけども方針が違う場合もあったりしますよね。そういった場合っていうのは、考えてないかもしれないんですけれども、どのように対処されるおつもりでしょうか。方針というと、その、東京と地方の関係をどうするかという中での方針ですか、はい、それともそれ以外のところで。東京と地方とどうするかという関係という点と、それ以外の考え方も、党となってくる経済政策であったりいろんな考え方があると思うんですけれども、そこも、相反していく可能性は、支持は石丸市長を支持するけども A 党 B 党 C 党のそれぞれの政策について考え方は違うというふうな場面も出てくると思うんですけれども、そこはその石丸市長がもし、都知事になられた際に、そこの党の考えというのはあまり、市長の政策に影響はないのでしょうか。はい、基本的には意に介しません。介してはならんと思います。それは国政でしっかりやっていただくべきだと思います。それを都政に持ち込み出すからややこしくなってるんじゃないんですか。もちろん都議会の中に政党色があって会派があるのは十分理解をしています。ただ本来的に、何回も言ってますが、二元代表制において首長と議会は相反する、対立する概念です。議員、議会は全員が野党であり与党なんですよね、本来的にですよ。ってなった時に、そこで毎回議論をストップさせてはもう間に合わなくなってくるので、そこはもう超えていきたいと思います。
ありがとうございます。今のお話をお伺いすると、まあ、あの都知事になられた際もその選挙の時の支持以下によって石丸市長の政策が変わることはありません。ないです、はい、ありがとうございます。であのちょっとあの広島のメディアですので、ちょっと広島の目線でちょっとお話をお伺いしたいと思うんですけれども、まあ、秋田方氏の、市長選不出馬を表明されて、であの今日正式に都知事に立候補されるというふうな意向を示されたわけですけれども、あの秋田方市民の方ですね、取材をした際にあの、まあ、もう一期やってほしかった、このまま政治再建財政立て直しであるとかやってほしかったというふうな市民の方の意見もかなり伺うことがあったんですけれども、まあ、そういった声に対してですね、石丸市長自身の今のお考えであるとか、ご感想など受け止めを伺いますでしょうか。はい、おそらくそうした市民の皆さんの声気持ちというのは、秋田方氏を何とかしたいと、これからもできる限り残したいという願いだと思います。でその願いは私が今からやろうとしていること、ここにつながっています。自信を持って断言します。なので決して秋田方氏の皆さん市民に対して申し訳ないという思いは全くありません。むしろそのためにやるべきことがある、そのように考えました。今のお話を伺って大変恐縮なんですけれども、先ほどのお話があった際に、まあ、東京都知事選までには、市長辞職するということ、まあ、任期あと、6月に辞職すると2ヶ月ほど残しての、辞職という形になるわけですけれども、そこに対して、まあ、秋田方市民の方はですね、まあ、なかなか最後までやり遂げることが、まあ、市長としてあるべき姿なんじゃないかというふうな声も聞くことがあったんですけれども、そこに対しての今のその意見に対する市長の受け止めはいかがでしょうか。その気持ちは分かります。そうおっしゃるケースが多いという認識は持ってますが、実際問題残り2ヶ月じゃあそこにいたら何かが変わるのか、感情論ではなく理性の話で現実問題変わらないと思います。8月9日最終日、私が市役所で花束をもらって見送られる、私の満足度がちょっと上がるぐらいだと思います。それでより大きなチャンスを逃すわけにはいかないっていうのは誰が聞いても分かる話かと思います。まあ、今言ったですね、まあ、少し市長任期を残して辞めるのはどうなのかというふうに言ったら、まあ、今のご回答で、石丸市長のお考えというふうに受け取ってもいいですね。はい、はい、じゃあ少しだけ補足すると、確かに残りの任期はあるんですが、それでも離れられるという思いが、強い思いが今はあります。先日もお話しした通り、残りの職員が副市長以下しっかりとあの町を支えて引っ張って今いますので、はい、市長が今そこにいなくてもすぐさま市長はないと考えています。わかりました、ありがとうございます。